はい、皆さんこんにちは、日食怪獅子です。今回はですね、恒例企画の選手紹介をしていきたいなというふうに思います。今回紹介する選手は皆さん大好きアメリカ出身フランシス・ティアフォー選手、紹介をしていきたいなというふうに思います。詳細からいきたいんですけども、今回ティアフォー選手なんとシングルスキャリアハイのトップ10入りをしたということで、今現在98年生まれの25歳、188センチですね。また188センチかいっていう話なんですけど、結構多いですね。僕もなんか他のシナー選手とかと一緒だと思わなかったんですけど、彼らと一つ違うところは体重ですね。シナ選手とかって76キロとか好評だったんですけども、ティアフォー選手の好評の体重は86キロなんで10キロほど違いますね。これの時点ではもうすでになんか動きが悪いとかじゃなくて、多分筋量の差だと思います。ティアフォー選手の方がそのシナ選手とかに比べてがっちりしてるイメージだと思うので、まあ、特にプレースタイルもですね、動いて動いてのなんぼっていうよりもサーブも220キロ打てますし、フォアとかバックもそうですけども、結構パワーテニスが見えると思いますし、もちろんねタッチの技術とかもめちゃくちゃ高いんですけども、僕が思うにやっぱパワーのある選手の一人だと思うので、そういった意味でもやっぱ体重っていうものを見るだけでも結構こうやってテニスのプレースタイルの違いっていうのが結構見えてくるかなっていうふうに思いました。僕は実はですね、まあ、ティアフォー選手とは結構仲がいい方ではあると思っていて、ジュニア時代からもそうですけども、まあ、プロになってからもエキシビジョンマッチに出たりとかもすることもあって、過去の動画に出てもらったこともあって、僕のことをバボティとかウーバーイーツっていう言い方をして毎回呼んで結構笑い合ったりもするんですけども、めちゃめちゃ気さくなやつで、僕の YouTube にもちょっと出てよって言ったら、トレーニング中にもう今行けるよみたいな、今行けるから今撮ろうぜみたいな感じで、もうすぐそのままなんかパーって撮って数分の動画を撮ってくれるほど気さくな人間なんで、別に他の選手がそうじゃないっていう話じゃないんですけども、ティアフォー選手は特に選手からも好かれてると思います。あんまり僕は彼のことを嫌なやつとかって聞いたことがないので、純粋にその現場を楽しんでいて、純粋にテニスを楽しんでいて、だからこそその現場にいるような人たちともなんかもうふざけて笑ったりとかできるような性格の持ち主なので、僕はすごいファンが多い一人かなというふうに思います。テニスはですね、もちろんトップ10なんでめちゃくちゃ強いし、僕結構負け越しちゃってるんで、どっかでまたリベンジを果たしたいなというふうに思うんですけども、まあ、今年だと一番新しいのでは、アカプルコですね。僕が、敗退しましたけども、比較的ハードコートの成績が高い選手かなというふうに思います。プラス芝のシーズンもかなり、結果を出してくる選手なので、やっぱり早いコートが得意なのかなっていうふうに思います。アメリカ人の選手も結構ハードコートで育つ選手が多いと思うので、比較的にそうやってハードが好きになる選手が多いと思うんですけども、テニス的には結構バックハンドがすごいフラットで、フォアハンドはちょっとね癖のある打ち方をするんですけども、あれはやっぱパワーがあるからこそできる打ち方だなって思うので、あんまり日本人の人は真似しない方がいいと思うんですけども、あれはリストの強さと筋量があって持ってこれるので、なのでちょっと変わった打ち方ですけども、やはりあそこからめちゃくちゃパワフルなボールを打ってくる選手かなというふうに思います。僕はですね、実は彼が今一緒に遠征を回っている、まあ、コーチとかトレーナーとか結構一緒に回ってる人がいるんですけども、今チームは3、4人かないるんですけども、そのうちの一人にですね、多分絶対知らないんですけど、多分この動画を見てこの人のことを分かるのは多分僕とか IMG にいたあの直樹とか松村亮太郎とかぐらいなんですけども、ジョルディ・アルコナーダっていうアルゼンチンの子がいるんですけども、僕はですねジュニアの頃からその子たちと結構一緒に試合をしたりとかしてたメンバーの一人が今ティアフォー選手のですねサポートメンバーの一人としてずっと遠征に回ってるんですね。で、もともとはなんかそのただ仲いいからっていうのでなんかたまーにだけ来てたんですけど、多分今あの映像を見てもらえると結構ねその若い南米系の一人がいると思うんですけども、そいつがジョルディっていうんですけど、彼と今ずっと一緒に遠征回っていて、コーチは別に彼は持ってるので、コーチ以外の多分気持ち的なリラックスの部分として友達と一緒に回っているのかなって僕は思ってます。毎回彼ともあのヘイヨッシーみたいな感じになるんで、あの昔からのイメージは残ってますけど、結構ね彼は日常もなんか楽しみたいのかなっていう、結構ね僕も同じようなタイプなんで、友達があの遠征に来てくれたりとかもするんですけども、それを多分結構重要に考えて遠征回ってる選手の一人かなっていうふうに思います。友達と回るの何がいいかっていうと、僕らってずっと勝負の世界に生きて勝ち上がっていけば、特にこういうトップ10とかなればもう毎試合多分大会出ればだいたい何回かは勝ってで優勝することも増えてみたいなパターンって多くなるので、どうしてもですねやっぱ疲れとか、もしくはその自分のホームグ
グラウンドじゃない彼らからしたら逆にそのアジアとかってもう知らない文化だしみたいな、慣れてないしみたいなところとか行く時にもそういう友達がいればちょっと疲れたりした時にちょっともうなんか外遊びに行こうよとか、なんか一緒にご飯食べながらバカな話できたりとかっていうのの気持ちの切り替えになるので、まあそういった意味でもこうやって友達と一緒に回ってるっていうのは彼の結果のつながっている一つの要因ではあるかなというふうに思います。僕もですね、ツアーでは毎回彼とは会いますし、日本人のファンの人も結構好きな人が多いと思いますけども、僕としてはちょっとまたいつかリベンジもできればなと思いますけども、特に彼はですね、僕と熱いところではもう絶対に試合しないというのを毎回僕の目の前で言ってくるぐらい、お前はもう足が速いし、なんかもう試合が毎回長いからお前とは熱いところで絶対にやらないみたいな感じなんですけど、アメリカの熱いシーズンが待っているということで、どっかでまた当たる可能性もあるので、その時またリベンジをできるように僕も頑張りたいなと思います。ということで今回はですね、アメリカ出身のフランシュ・ティアフォー選手の、選手紹介でした。この動画が面白かったという方はぜひ、チャンネル登録そしてグッドボタンお願いいたします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。バイバイ。一時チャンネルをご覧の皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。僕はですね、今オンラインサロンというものをやっていまして、その中で皆さんに向けたプレゼント企画だったり、そしてズームを通じて試合後の感想を皆さんにお伝えしていったりっていうものを今、やっております。どん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 追加でコンテンツを作っていく予定ですので、ぜひ皆さんのご参加をお待ちしております。詳しいことは、動画の概要欄から、チェックしていってみてください。